パセリ伝説水の国の少女マイナスは、倉橋陽子による青い鳥文庫の作品。挿絵は、久しちまき。2009年12月に、全12巻で完結。2010年12月には、パセリ伝説外伝、守り石の予言が発売された。公式サイト、パセリ伝説は、2009年3月10日に、全面リニューアル。最新巻の中身をいち早く見ることができたり、 大人の方へのページでは、大人からの手紙や反響を紹介すると、豊富なコンテンツが用意された。完結後は一旦更新が休止にしていたが、守り石の予言の発売に合わせて2010年12月より再開。この公式サイトでは、読者より送られてくる手紙や感想などが多く、紹介されている。その内容からは、単に読んで面白かったというだけでなく、 パセリ伝説を読んで人生が変わったというものから、不登校だったが学校へ行けるようになった、自分を好きになれたといった感想など、読者の一人一人に大きな変化をもたらしていることが伝わってくる。公式サイトは2019年7月31日をもって閉鎖となり、著者、倉橋洋子の公式サイトと公式ツイッターが著者の最新情報を配信している。 アクア国フラム国の異国、ラテラ国北海道プリア王国ミラクル王の使い手であるパセリは様々な能力を秘めている。一巻ごとに一つずつ開いており、メモリー12の時点で12能力を開いた。パセリは5000年前はジャスミンという名前で古代プリア王国の王妃の娘であった。またミモザも同じであり、アイリスとジャスミンは二人の先祖にあたる。 もともとミモザの黒い星は水色であり、空気を浄化する力があった。明るく元気なジャスミンとそれと反対に静かで、おしとやかなアイリス。アイリスはジャスミンばかりが愛されていると勘違いし、憎しみを募らせる。その上でハヤトの事件をきっかけに、アイリスはジャスミンたちを憎み、最後にはお互い差し違えて、ジャスミンとアイリスは死んでしまう。その時の過ちを生き直すために、 パセリとミモザは再び双子として生まれてきた。古代プリア王国のその歴史は、ある程度、パセリがミラクル王で蘇らせた古代プリア王国の洞窟で見ることができる。ミモザは、この事実をアンジーが通信した夢で見ているため、多少は怖がっている。しかし、最終的には、すべての国が手を結び平和な国を作り上げていく。ありがとうございます。